コロン。学習用ゲームロボットコロンの使い方についてご説明します。まず本体にスマートフォンを横からスライドさせて取り付けます。アプリのアイコンをタッチしてコロンを起動させます。ゲーム開始前の画面では本体を傾けることで目が動いたり、動作に応じてコロンの様々な表情を見ることができます。画面をタッチするとゲームが始まります。飴玉をお腹いっぱい食べよう、アクションゲーム、ハングリーコロン。コロンを左右に傾けて上から落ちてくる飴玉をお口に運ぶアクションゲームです。間違って毒キノコを食べてしまうとゲームオーバー。毒キノコを回避して飴玉を5個食べたらゲームクリア。コロンの鼻をタッチするとゲーム開始前に戻ります。あらゆる年齢層の人に実際にコロンで遊んでもらいました。小学3年生の男の子、20代の大学生、40代から50代の主婦社会人に遊んでる時の様子やコメントをそれぞれいただきました。続きまして、コロンで学べる学習コースについてお話しします。こちらが付属品の学習用コロン USB メモリーカードです。メモリーカードをパソコンの USB ポートに差し込みます。その中にゲームについての講座動画が入っており、ゲームの仕組みや実際に作ってみるコーナーなど子どもたちにとって興味が湧く内容をまとめています。最後になりましたが、コロンが子どもたちにとって今後の制作の糧や将来の夢のきっかけになる存在でありたいと願います。